はい、皆さんこんにちは。はるくん、はい、今緊急で動画を回してるわけなんですが、はい、今朝出社したらね、こんなものが私の机の上に置いてあったわけです。お手紙ですよね、はい、内容を見てみると、なんとね、中学生の方からクラシカにお手紙をいただいて、お手紙というかね、アンケートもお願い、アンケートでもちろん個人情報なので、はい、内容一部だけお伝えしますとですね、今年も梅雨の季節を迎え、旧車の整備にますます気が抜けない季節となりましたという冒頭から始まって、私は〇〇県どこどこの中学校の〇〇と申します、まあ、これ個人情報なんでね、あえて伏せておきますが、現在私はクラシックカーを主題に卒業論文を書こうと模索しています、はい、その一環でクラシカ様にいくつかインタビューをしたくお手紙を出させていただきました。中学校3年生で卒業論文、卒論あんの今の中学校っていうところにまず最初私はびっくりしましたね、はい、でアンケート13問あるので、まあ、せっかくだからお答えしようかなと、はい、思うんですが、わざわざ動画を回そうと思った経緯ですね、3つございます。いや、動画回すってね、クラシカにアンケートお願いしたらいきなり動画のネタにされたぞと、晒すな晒すなというね部分あるかと思うんですが、いや、これ動画にするべきだなと思った理由3つあります、はい、1つ目がこの一問一問でアンケート答えていくわけなんですけども、答える欄がね1行分ぐらいしかなかったので、やっぱ一言しか書けないんだよね。そしたらせっかくこうやって素敵な内容を聞いてくれてるので、やっぱ補足の説明がどうしても一問一問入るわけですよ。これは答えこれですというのもこういう気持ちだからみたいなね、補足の説明したいので、まあ、動画でより詳しく伝えた方がね、論文の参考としては役立てるんじゃないかなと思ったので、これはもう動画向けだなというのと、で2つ目はこれ視聴者の皆さんですよ、はい、旧車ユーザーの方とか旧車に興味がある方、やっぱこのクラシカチャンネルをご覧いただいてる方多いじゃないですか、はい、でコメント欄を生かして、やっぱ私だけの個人の意見ポコンと一つだけのね意見があるよりは、世の中の旧車ファンはこういうふうに思ってますっていうのをコメント欄でね、この私が内容を答えるのとプラス皆さんもコメントで答えていただいたら、参考になる意見がより多くもらえるので、素晴らしい、いい論文になるんじゃない。素晴らしい、中学校3年の卒業論文なんて聞いたことないから、聞いたことない、そもそも、うん、で3つ目が素敵、素敵だよね、あの中3で卒論書こうとしてることも素敵だし、わざわざこうやってお店に自分で要はエクセルかワードかでこう作ったわけですよね、うん、アンケートをカタカタ作成して、はい、で送って、はい、返信用封筒までつけてくれて、で返信用も切手ももう貼ってある状態で俺中3の時こんなんじゃなかったぜと思ってさ、中3じゃできない、でしかも内容旧車に興味を持ってくれてるってわけじゃないですか。こんなありがたいことはもう日本のね宝みたいなもんなんですよ。こういう存在がね今後の日本を支えていくんだぞというね、はい、本当なんか希望の光を見たようなそんな気すらしてくる、ね、内容なので、それはもうこうやって詳細をねお伝えさせていただくっていうのが我々のね、まあ、返事ですよ、はい、うん、ということでこの3つの理由で動画を回そうと決めました、はい、まあ、かなり緊急でしたけどね。緊急ですね、まあ、早速1問目からいきましょうか。じゃあはるくんに、ね、ね、あの用紙を渡してるので読み上げさせていただきたいと思います。インタビュー形式でお願いします。1、記者が考える旧車クラシックカーの魅力は何ですか。記者からね、クラシカが考える旧車クラシックカーの魅力は何ですかという内容ですね。まあ本当旧車の魅力って言い出したらキリがないんですけど、はい、あえて一つ言わせていただくとすると、作られた当時の時代背景が見事に保存されていて、だから歴史的価値ですよ、うん、しかも動く、はい、これやっぱすごい、まあ、当時のものが綺麗な状態で残ってる。ここまではいろんな絵画とかね、まあ電子部品とかもそうかな、なんか物によってはあると思うんですけど、はい、それを当時の状態で動作させられる、こんな美しいものってあんまりないんじゃないかなと思うわけですよ。これが初代のテレビです、初代の冷蔵庫です、当時はこんな大きかったですみたいなことはどっかの博物館に行けばあるのかもしれないんだけど、行動をね元気な姿で今走るわけですよ、はい、50年前の車が当時の姿のまま、はい、整備すればそうなるんだぞっていうこの美しさはまさに旧車の魅力と言えるんじゃないでしょうかね。他ではなかなか実現できないでしょう。難しいですね、時代をそのまま感じれて動くもの、うん、いい質問です ね、一発目からいい質問いただきました、ね、
店長が思う魅力、うん、俺も今初めてちゃんと聞きましたね。やっぱ手紙だけだとね、一行だけにまとめるのは難しいのでね、難しいですね。こういう感じで進めていきましょう、はい、ですね。では2つ目の質問いきます、はい、記者クラシカが旧車を取り扱うことになったきっかけを教えてください。きっかけですね、旧車を扱うきっかけ、はい、これはもうズバリ好きだから。好きだから。好きだから。はい、旧車が好きです。いろんな理由はありますよ。やっぱりね、旧車扱うお店たくさんある中で安心できるお店はそう多くない。実はやっぱこう仕入れてきてボロボロのまま、右から左でね、このユーザー様に販売したりで、納車してからあっという間に壊れちゃった、いや仕方ないよ旧車だもんの一言で済まされるっていうような案件はね、日本全国どこでも起こってることです。はい、古いからしょうがないです、これは。古いからしょうがないんだけど、それで片付けずにできるところまでは整備しようじゃないかと、そういうお店がいっぱいあった方がやっぱ安心だし、より旧車って盛り上がるよねっていう気持ちがあるんですけども、はい、いろんな要素はやっぱあるんですよ。事業を始めるに至ったきっかけっていうのはいろいろと複雑にあるわけなんですが、ただまとめて一つだけ強いて答えとして言うのであれば、やっぱ好きだから。好きだから。もう好きだからやってます、はい、うん、これがね単純明快な答えじゃないでしょうか。だから届けたいってことですかね。そうですね。で、旧車なんて本当趣味全開丸出しの世界なので理屈じゃないと、はい、好きだからやってるってそれはあるでしょうね、はい、これはもう私が始めたことではなく、社長が、クラシカ横浜の立ち上げた社長が強い思いでね始められたことなので、それは我々社員一同、影響を受けてるよね、はい、どんどん車好きになっていくし、やっぱ好きだからやるってことはいいんじゃないかなと思います、はい、きっかけは好きだから。はい、はい、では3つ目、はい、日本車と輸入車ではどちらが好きですか、うん、決められないね。おう、うん、車両ラインナップ的にも半々に近いのかな。日本車の方がやっぱ需要はあるので売りやすいんですけど、はい、正直甲乙つけがたいというか、はい、各メーカー各国それぞれの国の特色が出るっていうところも旧車の魅力でもあるので、はい、全部好きです、うん、で決めてないです、差はつけてないです、はい、ただ強いて言えば一番好きな車種は日本車です、はい、今現時点でね。そういうことですね、うん、まあ日本車だから好き、輸入車だから好きって明確に分けてはいないけど、両方同じように好きなんですけど、はい、今現時点だと個人的に一番好きな車はたまたま日本車ですっていう感じ。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと今の質問に少し被ってきます、はい、4つ目、記者もしくはあなた、クラシカあなたが好きな車種は何ですか。俺車種ですね、うん、一番好きって言った車種は、はい、これ私は今現時点ではね、日産フェアレディ Z。 おー、これ Z 全般ってことですかね。全般ですね、特に S30 と Z32 飛んで、うん、飛び級で32、初代と4代目が特に好きなんですが、はい、いろいろ縁もあったしね、はい、特に好きなんですが、今これはね2023年6月の今撮影時点での話です。やっぱ好きな一番好きな車はね変わる可能性ありますからね、はい、1年前はセリカ WX が一番好きだったかもしれない。分かんない、いろんな縁を経てやっぱ私今フェアレディ Z という車に魅了されてます、はい、デザイナーさんにさわざわざお越しいただいて対談させてもらったりさ、本当で、あとは初代のね設計者の上村仁さん、とんでもない方たちと縁をいただけた車両でもあるので、なんかちょっと特別な1台になっちゃったかなと思いますね。今現時点ではフェアレディ Z が一番好きです、はい、私は。これはまた変わるかもしれないですね。変わるかもしれない、はい、ということでフェアレディ Z ですと、はい、では続いての質問に行きたいと思います、はい、5番目、一番他人におすすめできる車種は何ですか。他の人におすすめできる車、他の人におすすめできる車種、本当これもねたくさんあるんだよって言っちゃったらまたアンケートとしてね、はい、ブレちゃうの で、あえて一車種選びます、はい、アルファロメオ。アルファロメオの1990年代の 3000GTV、はい、3000GTV ブッソ V6 エンジンの1990年代のアルファロメオ、これは楽しい、はい、あと値段も安い、安いっていうかね、いわゆるクラシックカーの価格高騰バーンみたいなところにはまだ乗っかってないので、はい、あれだけの実力ポテンシャルを持ちながら、しかも走っていても楽しさを感じさせてくれながら値段上がってないんですよ、はい、あ、おすすめですね。おすすめ、うん、アルファロメオ 3000GTV、はい、ありがとうございます、はい、では6つ目、はい、日本車が海外に多量に流出してしまうことに対して危機感はありますか。危機感ね、危機感もちろんありますし、何より寂しい気持ちがありますね。日本車素晴らしい車たくさんあるのに
どんどん海外行っちゃって国内ではほとんどなくなっちゃったなっていう現状は寂しいんですが、経済面ではプラスもありますよね。そうですね、日本はやっぱどんどん貧しい国に近づいてきてしまってるので、外国からお金をもらえるという点ではね、国内で消費しててもそれは国の中にあるお金を国の中で使ってることなので、まあ循環という意味ではいいですけど、増えてるわけではないので、海外の人が日本車に興味持ってもらって、たっぷりね、たくさんお金をくれるというのであれば、単純にね、我々って日本のね資産が増えてるようなもんなので、経済的にはね、だから流出イコール悪っていうばかりではないと思ってます。寂しい気持ちはあります。まあ、全部じゃなくってことですよね。だからある程度の台数はちゃんと日本にありつつ、世界にも行ってもらえるといいんじゃないかって感じですかね。じゃあ次の質問です、ちょっとまた少し内容が近いんですけれど、7つ目、海外では自国の旧車を保護する動きがあります。日本の旧車を保護する上で必要なことは何ですか。急に論文っぽくなってきたね。いきなり論文になりましたね。これは本当に卒論書こうとしてるんだろうね、なんか課題に向けたテーマみたいな、いい内容ですね、まあ、そのアメリカとかイギリスとかクラシックカー文化が根付いた国では、だから自国の車の流出をねプロテクトする何らかの動きがあるってことなんでしょうね。で、日本では特にそういう対策を講じてないので、そういうのあった方がいいんじゃないですかというような質問なのかな。これは、私の本当個人的な私的な意見を述べさせていただくと、やっぱ流出される側にもやっぱ問題はあるんですよ、でさっき言ったように海外からお金が来ると嬉しい現状で、仮に日本国内がね、旧車乗りたい人がもう十分に乗れる、で維持できる潤沢な資金があって、旧車お金かかるからね、自国内で回せるのであれば別にそうすればいいだけの話で、問題は海外のお金持ちたちの方が高いお金でバンバン買っていくわけですよね、日本で500万で売られてる車がサウジアラビアでじゃあ1500万円で買うよって言われたら、それはサウジアラビアに売るんですよ。で、我々もロマンだけでは生きていけない、車屋さん今厳しいところ多いです、日本で500万で買うよって言ってくれてる方と、サウジアラビアで1500万円で買うよって言ってくれてる方、サウジアラビアに流す方の方が大多数でしょう。で、なぜこうなってしまってるかというと、日本お金ないよねというところがあるので、もちろんそのシステム制度的なものって整備整えるのは重要だと思うんですけども、もっと身近な問題として、日本人もっとお金持とうよっていうところは、ね、実際あると思う、だから流出される側の問題っていうのもありますよね。日本国内だけで回せるのであれば別に回してますと、もっと高いお金で買うよって言われちゃってるので、それはもううちがどうこうじゃなくて、まあ、ほぼ全ての車屋さん高く買ってくれる方に売りますよね、で中にはいます、おそらく。いや、旧車ってロマンだから、どこのね、誰かもわからない海外の人にどんな乗られ方するかわからない、そんな方にね愛車を任せるわけにはいかない、値段高かろうが売らないよという車屋さんも中にはいると思います、うちもどっちかって言ったらそっちだね、たださっき言ったようにお金なくなってきてる日本全体で、ということは車屋さんも厳しくなってるから、背に腹は変えられないと、高く買ってくれるのであればじゃあそちらにっていうね車屋さんも増えてくると思いますよ、ロマンだけではどうしようもなくなってる少し厳しい現実、これがやっぱあると思うので、流出される側にも問題あるんじゃないかっていうのは私言いたいのはそういうところです。非常に現実的で難しい問題、これがあるので、中学校3年生にねえ言う内容ではなかなかないかなと、わざわざこうやって言ってきてくれてる子なので、理解するでしょうね、噛み砕いていろいろ自分の中で一つの答え出すんでしょう。そうですね、そういう子だと思います、もうね、そういう子って勝手にね子って言っちゃうのもねおこがましいというか、ね、本当立派な方だと思います。そうですね、これだけの質問ができるんですよ、自分で活動して動いて、立派です。難しい質問でしたね今の質問は。さすが中学生にして卒業論文と向き合ってるだけのことはありますよ、本当すごい、尊敬します。素晴らしいです。では続いての質問、8番目、 EV への移行が加速していますが、エンジン車の魅力は何だと思いますか。エンジン車の魅力ですね、いろいろあります。これも、エンジンの音とかね、ガソリン臭さとか、いろんなこのロマン的なところ、何とも言えないこの存在感とかね、奏でる音とか、見た目もそうです、でそういうちょっとロマン的なところももちろんあるんですけども、
それが一つと、でもう一つやっぱね、そもそもある意味一番エコなのってガソリン車なんじゃないかなって一周回ってやっぱ思ってます。まあ、部品作るのもそうですし、 EV 化イコール発電どうすんのよっていうのがありますんでね。電気単体だけを見るとエコに聞こえるんだけど、発電するための CO2 の排出量なんてとんでもないわけですよね。 CO2 排出、まあ、火力発電がメインなので、じゃあ原子力発電にするっていう話で、原子力はそれはそれでね問題起きてますよね。じゃあ地熱もしくは風力発電、太陽光発電、それでエネルギー賄いきれるのかという問題ももちろんあって無理ですよね今現時点では。まあ、エネルギー効率どんどん良くなるんでしょうけど、エネルギー効率が改善されていくのと比例するように EV 化シフトしてったら、今電気自動車乗ってる比率よりも何十倍何千倍とこう電気自動車が街にあふれたら、どれだけの人がどれだけの量の電気をね消費していくんだろうと考えたら、これ自然エネルギーだけで補いきれる問題とは決してね思えないので、そしたら発電量を増やしますかと、はい、となると今ある資源を使ってガソリンで動かすっていうのはある意味ね、結局そっちの方が地球に優しいんじゃないのかなと議論されるタームに入ってると思います。そうですよね、うん、はい、で実際これ答え出せる人今いないんじゃないですか。で私はどっちかというと電気シフトよりガソリンの方がよっぽど理にかなってるんじゃないかなと、うん、今現時点では思ってしまってる人間の一人です。はい、はい、ありがとうございます。エンジンならではのロマンと、うん、ある意味エコなと、ある意味エコですね、両方持ち合わせてると思います。では続いて9番目、はい、おーこれはすごい質問ですよ、うん、旧車のボディに新しいエンジンを乗せた時、うん、果たしてそれは旧車と言えますか。言えます。お即答。でこれもねよく聞く質問ですよね、はい、側はクラシックの旧車でも中身は快適仕様に乗せ替えてます、うん、見た目クラシックカーだけど中なんならモーター積んじゃってますみたいなね、はい、電気自動車化してるものとかもあって、こんなの邪道だと旧車とは言えないっていうような意見もあるんですが、私は言えると思います、はい、なぜなら車特に旧車っていうのはもう趣味丸だし、はい、本当にねオーナーさんがいかに楽しみたいかを追求するためのものなので、別に形はこうじゃないとダメだってそんな定義決まりは一切ないわけですよ。この側もう形は昔の車って本当いいよなと、ただいちいちキャブレター車をね暖気しながら冬かかるか分かんない車に乗るのは嫌だ、でもあの形は欲しい、素晴らしい趣味じゃないですか、はい、それも一つの旧車の楽しみ方だと思います。もうインジェクションに変えちゃって、もう何なら電気自動車に変えちゃってでも見た目はもう憧れてたあのままいいんだよ、当時のあれがいいんだよっていうのを両立するっていう考えは全然健康的な考えだと思いますよ。もちろん中にはいやいや乗せ替えたら意味ないと、オリジナルの状態じゃないと旧車の魅力実現できてないよという方もね必ずいらっしゃいます。ただそれは周りの意見は周りの意見なので、旧車乗りたいっていう人の趣味性をねもうそのまま実現してくださいというふうに思います。だって趣味だ、乗るオーナーの自由です。それはだから側はクラシックか旧車、中身は乗せ替え、いや全然ありです。はい、難しい質問でしたね。本当にこれ考えたの中3回本当にそう、すごい、まあ、趣味ということで、まあ、所有される方の捉え方次第っていうところがあるけど、はい、まあ、店長は言えると、私は個人的にですよ、はい、うん、言えると思います。ありがとうございます、はい、では続いて10番目の質問、はい、旧車に関わる仕事を続けていく上で困ってることはありますか。部品がない、はい、部品がもう廃盤になって、部品さえあれば逆に直せるんですよ。そうですよね、ただ本当にもう廃盤、手に入らないものは直せない、はい、作れるものもあるんです。物によっては、ね、はい、ちゃんと形合うものをこれで代用しますみたいなことはできるんですが、どうしても代用できない部品ってのはやっぱ存在するわけですよね。だから部品さえあれば大丈夫ですよ、直せますよって自信を持ってお客様にも言えるんだけど、やっぱこの部品の供給問題っていうのは旧車をやっていく上で最も難しい問題の一つなんじゃないかなというのはついて回るし、今後もそれは付き合っていかないといけない問題でしょうね。はい、他にも旧車といえばメッキモールとかやっぱ美しいじゃないですか。美しいですね、ドアのハンドルがメッキだったり、で今メッキ調のものはあるけど、はい、実際のメッキ使ってる車って減ってるんですよね。で再メッキしたいリクロームっていうんですかね、はい、
メッキ業者さんにこう外注するっていう機会があるんですが、減ってます、外注先さんが。メッキってやっぱ有害物質出るんですよね。だからその職人さん自体が減っていて、あと価格もそれに伴ってか分かんないけど高いですよね。高いです。メッキモール1モール再メッキするだけで10万ですよみたいなことやっぱあるので、はい、ただあのメッキの美しさっていうのは何事にも変えがたいね。メッキ超塗料じゃないのよ、メッキなのよというのがまだやっぱあるので、はい、部品が出なかったりメッキ加工できる業者さんが減ったりっていう、そういう現実的な背景っていうのはありますよね。はい、ありがとうございます。はい、では次の質問です。11番目、若者の車離れについてどう考えていますか。寂しいですよね、まあ、離れるよね。離れますね。離れるよ、まあ、駅がこれだけ、ね、便利で、しかも、ね、お金ないもんね別でね、初任給からさ、ボンボンこの仕事の成果に比例して給料上がっていくよ、みんなで頑張ろうぜっていう空気じゃないもんね。これは離れちゃいますよね。しかも頑張って車買ったとしても持てないでしょ。維持が実持てないって、そっちじゃなくて女の子に持てない、そういうことか。今持てないんですよ本当に。正直な話よ、はい、正直な話、車を乗ることの一つの大きなメリットって、うん、女の子に持てることだったっていうのはね、ありました、あるはずなんです。僕らの世代はそうですね。我々の時まだありましたよね、はい、車持ってるでしょ、おんおんってねえそ自慢げにおんドライブね行くのが一つのね、女の子を落とす手段にもなったわけなんですが、今高級車乗ってるとモテるっていう時代じゃないみたいですからね。むしろ金遣いがだらしないとか、その計画性がないみたいなところで、車はやっぱカーシェアとか、もしくはもう電車を使うと、でその分貯金に回してるよっていう堅実な男子の方がやっぱ評価される傾向にあるっていうようなね、そういうアンケートをよく見るわけですよ、はい、逆に若くして立派な車に乗ってる男の子、高いローン組んじゃったのかなというね、そういう目線で見られちゃうということでね、モテるのとむしろ逆になってきてる、信じらんないよね。信じられない、うん、寂しいし悲しい。ただ今後ね、やっぱり一周していくと思うんですよ。今は車に乗ってる男子の魅力みたいなところはあんまりなくなってきてるわけですよね、若い女の子からしたら、はい、でもずっとそのままとは思えないですよね、うん、時代はやっぱ繰り返していくので、またどっかでね、やっぱ普通の人は車って最近あんま持ってないけど、あの人は車持ってるよと、かっこいいよねって思われる日がね来る。来なきゃおかしい、だって車ってかっこいいもん。かっこいいですね。ということで、また若者の車離れが一周した暁には若者の車ブーム、これがね再び訪れることを願ってます、はい、でそうなってくれると思う。そのためにはやっぱちょっと先ほども申し上げたね、みんなで豊かにならないとみたいなところを、根本的な問題とも向き合わないといけないんですが、はい、そこはねこうやってさ、中学校3年生でこうやって真剣にねアンケート内容、設問を考えて送ってきてくれるような若い人たちがいるわけですよ、はい、この方たちがさ将来立派な仕事をしないわけがないでしょ。稼ぎますよきっと。稼ぎます ね、 ね、でそういう周りの人たちもねいい刺激を受けて、また強い日本が戻ってきてくれるようなね、はい、こうそういう世代になってくれるんじゃないかな。そうなった暁には車またブーム来ますよ、はい、と。そうなった時はうちで買ってもらいましょう。ぜひそうしてもらいましょう存続させられるように頑張ろう。そうですね、お店をね中学生だから、あとまあ3年後ぐらいには買えるんですかね。あ、本気出したらね。そうですね、本気出したら本気出したら3年後だねということで、はい、ここまでが論文に関する質問のようです。全部で11問、はい、うん、でこっから先ですね、個人的な質問が2件あります。あ、全部で13問って言ってたもんね。はい、よろしいですかね。はい、大丈夫ですよ。1つ目、母が日産フィガロを所有しています。長く乗り続けるには何を心がけたらいいですか。あー、いい、本当に個人的な質問なんですね、素敵ですよね。フィガロ素敵だな。もう長く乗るには一つは運もあります、うん、運もありますよ。やっぱどれだけ大事にしててもなんか壊れちゃう個体っていうのはどうしても出てくるので、そういうのは一切抜きにしたら、やっぱこまめに乗り続けることでしょうね。1ヶ月乗らないで1ヶ月ぶりにちょっと乗るで、また1ヶ月乗らないみたいなのがやっぱ車にとってはなかなか厳しいので、はい、乗る機会本当はなくても無意味に街を一周したりね、そういうのやっぱ意外と生きてくるので、まあ、オイル交換とかこまめな整備するのはもちろん大前提なんですけど、はい、オイル交換した上でこまめに乗ると
でこまめに乗ってあげると不調を気づくのも早いですしね。そうですね、1ヶ月乗らないと、ね、不調になり始めてから1ヶ月放置するっていうのと同じことなので、やっぱ乗ってるうちに、おや、なんかいつもと乗り心地違うぞと見てもらうだけでだいぶ寿命を伸ばせますんでね、はい、こまめに乗ってあげてくださいという、ほんとごめんなさい、ざっくりなことしか言えないけど、それを回答にしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。日産フィゴロにお母さんが乗ってる、素敵だよね。これもしかしてクラシックカー好きのきっかけの一つなんですかね、うん、ご両親の影響はあるかもしれないですね、うん、素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、では最後の質問です、はい、将来 S13 シルビアに乗りたいと目論んでいるのですが、中古車販売サイトを調べると値段がかなり差があります。どれくらいの価格の答えを選べばいいのでしょうか。そもそも何を基準に答えを選ぶのがいいでしょうか。具体的な質問来ましたね。まず S13 シルビアに乗りたいと思われてる時点でやっぱ素敵な方です。素敵、好き、センスがいいね、素晴らしい、目の付けどころがいい、嬉しい。で、価格帯としてはどの価格帯のものを買うのが正解でしょうかというね、質問内容ですが、これは本当にわからない。車屋さんのさじ加減なんですよ、価格設定っていうのは。もう200万円台だからダメとか、じゃあ350万円で売られてるからこれは安心かって、そういうものではないんですよね。質問をくれた方、はい、その方にとっての正解もまた違うわけですよ、はい、低走行でこれから10万キロ安心して走れるのが彼にとっての正解なのか、すでに10万キロ超えた個体でただまだ元気には走れるだろうと、で10万キロ超えた分だけ少し低価格で買える、これが正解なのかもしれないし、これは本当次のオーナーさんによって求める個体っていうのは変わってくるわけですよね。純正オリジナルが好きな人にとってはエアロパーツなんかでカスタムされてるのなんてデメリットだし、かえってね、そのスポーティーな仕様が好きな方にとっては最初からね、ある程度カスタムされた車ってすごくいいわけですよね、はい、で悪いコンディションの車は安く、いい車は高く売られてるかといったら一概にもそうとも言い切れない、はい、本当ね、中古車屋さんのさじ加減なので、俺はこの値段が適正だと思ってんだ、文句があるやつは買わなくていいっていう中古車がもちろんあるわけです、はい、でかと思ったらすぐに手放したい、はい、状態はめちゃめちゃいいしすごい価値はあるんだけど、すぐ売れてほしいから周りより安いけどこの価格で出しちゃうみたいな謎の掘り出し もやっぱあるわけですよ、ねはい、でさらに相場も違う、はい、今年の、ね、6月時点2023年6月ではこの価格ですけど、来年には半分になってるかもしれない、うん、で来年には2倍になってるかもしれない、で価格の話は一旦やめましょう、はい、分かんない、こんな不確かな話は、ね、言えないので、じゃあどういうところから買った方がいいか、うん、これに関してはある程度、まあ、具体的なアドバイスができます、はい、お願いします、はい、これは悪いところを見せてくれるお店です、間違いなく、あの錆びてますかと、はい、ああへこんでますか、はい、傷ついてますか、でそれを聞いてちゃんとね、あここにこういう錆があるんですよ、ここへこんでます、ここガリ傷あります、それは もちろん見せてくれるところじゃないとダメです、はい、で何よりも下回りを見せてくれない、エンジンをかけさせてくれない、そういう中古車屋さんからは絶対買っちゃダメ、ダメです、これははっきり言っておきます、うん、でその場でエンジンかけさせてって言って、今エンジンかからないです、今エンジンかからないんですよっていう断りももちろんあると思うんですけど、じゃあ買う直前もかかる姿見せてくれないのかな、でもしくは今は下回り上げるのね、リフト開いてないから無理っていう、そういう断りはあると思います。ただ本当に買うつもりがあるのに買う直前まで最後まで下回り見せてくれないのはこれ意味がわからないので、そうですね、下回り見せてくれない中古車屋さんからはこれはもう買わなくていいです、はい、うん、だこの2つですね、はい、だから悪いところをしっかり見せてくれるところ、あとエンジン目の前でかけてくれるところ、下回りを見せてくれるところ、はい、3つでしたね3つでした大丈夫、これ意識してください、これですね、価格に関してはちょっと不確かな要素が多すぎるので適当なことは言えません、はい、回答は差し控えさせていただきます、はい、まあ、答えの確認が必要ということですね、値段よりも、うん、ありがとうございます、はい、ということで以上13件の質問、うん、全て完了しました、はい、いやなんか結構深い質問が多かったですね、途中から論文らしい感じ、いい論文に仕上がるといいですね、ですね、で今は私の個人的な回答だけを13問ねさせていただいたわけなんですが、はい、このクラシカチャンネル見ていただいている方はやっぱ旧車詳しい、私よりもよっぽど詳しい方たくさんいらっしゃいます、はい、で実際の旧車オーナーさんもいらっしゃいます、その方たちぜひこの論文のためにというかね、ご自身の意見を
あの僕はこう思いますよ、私はこう思いますよ、私は実際こうしてますみたいなことを、何でもいいのでコメントで残していただけると大変参考になりますので、そうですね、はい、いい論文のためにもね、はい、ぜひ一つ ご協力をお願いいたします。いや本当ね、まさかこの子も、この子というかこの方だよね、この方、中学校3年生で卒論に挑戦する研究テーマは旧車だと、はい、で今後の海外流出とかね、 EV へのシフトとか現実問題とこう直視してるわけですよ。いや素晴らしいよね。免許も持ってないのに、免許持ってないのにそれをこの段階でクラシカに送ってくると、まさかこう晒されるとは思ってなかった動画で晒されとるやんって、このアンケート、あのただまあ、YouTube をやってるものにね、こうアンケートを送ってくるというのは、そういうことなのでさらされるリスクもね、はらんでますからただ個人情報には配慮しつつ ね、はい、ね、より母数というかね、回答の母数を増やしつつ、補足として説明するにはやっぱ動画で公開するのが一番理にかなってるというか ね、あの役に立てていただけるかなとも思いますので、ぜひこの内容を論文に生かしてください。あのこういうね、ポジティブな、本当にね真剣に何かに向き合ってる若者っていうのはもう無条件に応援したくなりますんでね、いいじゃないですか。いいですね、我々もなんかすごい、もう一頑張りしなきゃなってね、うん、思いますね、頑張ろうってすごい、もう一頑張りも何もまだまだね、もう30年まだなんだけど、いやいや、もう言われずともやれよっていう年齢なんですが、はい、頑張りましょう。そうですね、いい刺激になりました。はい、本日はお手紙をいただきましてファンレターかと思いましたが、卒論のインタビューでした。最初ファンレターかと思いました。ちょっと伸びてます。あ、なんだろうと思ったので、急にアンケート入ってくる。試験みたいな感じ。あの参考になればいいんですけれども、ね、この、インタビューの中身動画で上げさせていただいて、皆様コメントをいただければと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録いただいて、次回以降の動画もご覧ください。よろしくお願いします。それでは店長とハルくんでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ、さようなら。まだ何も知らない